はいどうも皆さんこちこばはダストですということでやっていきましょう。日暮らしの泣く頃に GO 綿だまし編考察動画でございますと。いやー難しいですね。なんかミヨンが女の子してて可愛かったなってことぐらいしか正直わからなかったんですけれども、まあ、引っかかるところはいくつかあったので、そういうところから綿だまし全体を紐解いていこうかなと思います。お付き合いあれということで、まず前提として、これはフェザリーヌがゲームマスターを務めていて、ラムダデルタがそれに挑戦する形ですよということで、ウミネコ的に言うとフェザリーヌが魔女サイド、ラムダデルタが人間サイドですね。そして、リカちゃん元いベルンカステルはフェザリーヌ側の駒だよということで、さらに、ラムダデルタの駒にはタカノ元い、田無美代子だけではなく、おそらくサトコもいますよと。よって、まあ、現場の中ではリカちゃんとサトコが敵対する場面も十分あり得るというような話を前回しました。でもって、まだ鬼騙しと綿騙しの2パターンしか放送されてないので確定とは言い切れないんですけれども、今のところ GO シリーズは従来の、ルール XYZ が機能してないっぽいぞという点、まあ、まず、ルール X の発祥者が疑心暗鬼になり強行に及ぶなんですが、 GO ではむしろ仲間を信じた結果惨劇につながるという感じになっておりますと。でそして、ルール Y の、富武と高野の死についても、今のところ二人は死亡ではなく失踪扱いになってると。親代様のたたりの信憑性が薄くなってるってことですね。つまり高野の自分が親代様になるという絶対の意志がなくなったということを表しているということです。で、まず最後のルール Z である存在家のブラフ。今まではこれによってルール XY が成り立ってた部分があるんですけれども、ルール XY が覆ったことによってこれも機能しなくなりましたよと。いう感じで、まあ、今までの考え方では通用せず、根本的なところから見方を変えないと、GO シリーズは読み解けないようになっております。で、さらに言うならば、他のかけらの記憶がフラッシュバックすることによって、ひなみざわ症候群を加速させるという点ですね。今までは惨劇を回避するのに一役買った現象なんですけれども、今回はこいつすら、惨劇の火種になってるぞということで、まあ、なかなかに八方塞がりなループに見舞われている状態でございます。これ、どうなるんだろうね。あの手この手を尽くせばハッピーエンドになるんだろうか。言っても、今までの考察を全面的に信用するなら、まあ、フェザリーヌにしたって、ラムダデルタにしたって、自分が演じる惨劇を押し付けようとしてるだけなので、以前の羽生のようなループから抜け出すっていう意思が存在しないんですよね。リカちゃんも、まあ、仲間となら大丈夫みたいなこと言ってましたけれども、いざ蓋を開けて見てみたらめっちゃ悪い顔して、ケイイチを追い詰めてましたし、まあ、ウミネコのバトラーやらエンジェ見たく、ケイチも魔女だか魔術師だかにならないともう無理なんじゃねえかなっていう気すらするんですけれども、まあ、とりあえず今回の綿騙しの考察では、事件部分のお話をしていこうと思います。で、本編についてなんですけれども、今回のエピソードで、ひなみざわ症候群を発症させたのはおそらくミヨンですね。で、ちなみに、綿流し編では、シオンが発症して、双子トリックによる惨劇を起こしていました。で、鬼騙しでは、鬼隠し編と思わせておいて、罪滅ぼし編の記憶を保持したレナが、親父を守るためにリナってペを殺した記憶を見て惨劇を起こしたように、綿騙しでは、綿流し編と思わせておいて、目明かし編の記憶を保持したミヨンが村全体の親代様たたりシステムから、ケイチを守るために行動した結果、今回の惨劇につながったのではないかなと思います。で、共通する点で言えば、どちらも誰かを守ろうとした結果、惨劇につながったという点ですね。まあ、たたり騙しても同じような状態が生まれるかどうかは注目すべき点だと思います。でもってですね、厄介なのがリカちゃんですよね。なんでケイチを脅しちゃうのかっていう感じなんですけれども、このカットがあったからこそある意味、フェザリーヌの復活と、それによってベルンカステルが駒として干渉してるという確信ができたわけなんですが、まあ、要は今のリカちゃんの立ち位置っていうのは、惨劇を回避するためにあるのではなく、実は全くその逆で惨劇を起こさせるためにあるわけなんですね。鬼騙しではケイチにレナへの不信感を解くよう促した結果惨劇につながって、綿騙しではミオにケイチを保護するよう仕向けた結果惨劇につながったように、まあ、リカちゃんはまさに親代様の使い的な立ち位置になっていますよという感じで、まあ、今まで大石が担っていた役割を本職が担当しているんですね。おまけに今回は羽生ではなくフェザリーヌの駒であるので、まあ、リカちゃんが死んだとしてもフェザリーヌの勝ち負けには関係ありませんよと。で、ちなみにシオンではなくミオンが今回の中心であると思ったのはまずここです。で、仮にミヨンではなくシオンだったらば、ケイチを保護しようと思うかどうか。で、さらには、保護するにしたって、おじさんの秘密基地を知ってるのかどうかという点がありますので、純粋にミヨンの方が話をつなげやすいなと感じました。でもって、次に引っかかったのが、
富武高野の失踪についてですね。今回の鬼騙しの考察では、前回の鬼騙しの考察では、入江機関を解体することで役割を終えて的な感じで考察していたんですけれども、まず、渡騙しである今回も解体されたのかどうなのかっていうのが不明であると。で、改めてもう一度鬼騙しの渡流しの祭り部分を見てみると、ミオのリカちゃんの演舞を撮影されてるんですよ、されるんですよねっていう問いに対して、もうと答えてるんですよ。つまり、鬼騙し編でも富武は高野ともに西宮殿を暴いているということであり、じゃあ渡騙し編において西宮殿では何があったのかというと、いろいろありましたよね。特に目を引いたのは、お社様のご神体が今までとは違うということ。かつてのご神体は右腕を持ち上げた格好で、かつ右手首から先が欠損している状態でした。対して、ゴーシリーズのご神体はというと、左腕を持ち上げていて、さらに何も欠損していないように見えます。まず、この欠損部位がない点について。で、これは、羽生という出来損ないではなく、フェザリーヌとして復活したという意味と、昔隠れんぼをしていた里子が、西宮殿に隠れた拍子にお社様の像を壊してしまったという事実がなくなっているということを表していると思います。まあ、つまり、里子の件でわかることは、このゴーシリーズでは過去からして別物である可能性があるということですね。これ、今回の考察でそこそこ重要な部分なので覚えておいてほしいんですけれども、とりあえず、お社様の違いについて続けていくと、あとはさらに左右反転していることですね。左右反転しているのはこの GO シリーズが今までの日暮らしを鏡写しになっているってことを、まあわかりやすく視覚化したものなんだと思います。で、お社様が反転しているという点を、お社様を中心にしたものが反転したと捉えると、まあかつての日暮らしでお社様を構成していた要素が反転したというふうに考えられますので、反転して考えられるものは、まあルール XYZ であるということができると思います。で、つまり冒頭でも触れたことなんですけれども、ルール X については、仲間を信じた結果、惨劇につながる。そしてルール Y は、富武が生きていることにより、終末作戦が失敗し、入江機関が解体される。でもってルール Z は、孫崎家のブラフが機能しなくなること。で、つまり、人が起こした事件ではなく、本当にお社様のたたりだと信じた者の点によって惨劇が起こるというパターンや、自分の預かり試練のところで孫崎家のブラフを利用しようとしている存在がいると思い込んだ場合に惨劇が起こるというパターンなどがあるわけです。で、まあ、鬼騙しのレナは元よりお社様信者ですし、渡魂はですね、リカちゃんを探してる時のミオンのセリフをそのまま抜粋しますと、フルでリカはね、お社様のたたりを権威にしてきた御三家の当主の一人、あの子が元凶なんだよ。そうだよ。あの子が殺そうとしてるんだ。御三家のお社様のたたりを利用して、そうはさせない。そうだ、私がたたりを終わらせる。というふうに、ブラフについて触れてるんですが、プラス、本当の犯人をリカちゃんだと思い込んでるんですね。おそらくリカちゃんと接触した時に、ま、ケイチにも見せたあのベルンカッセル人格に何かを吹っ込まれたんだと思うんですけれども、ま、ケイチを守らなくてはという使命感から、リカちゃんや、よそ者であるケイチなんかよりは圧倒的にリカちゃん寄りである、お寮や村長、やらを殺したんじゃないかと思います。という考え方が一つ。で、シオンが殺された理由と、サトコが殺された理由なんですが、これがこのワタタマシの、難所にして、あ、やっぱりこれは日暮らしなんだと思わされる部分だと思うんですが、先に言っておくと、個人的見解です。もしかすると難しく考えすぎなのかもしれんです。で、下手をすると単なる考えすぎで、実は、シオンが殺された理由については、西宮殿に入った先にを圭一に押し付けられたシオンが、雛見沢症候群末期状態の美音に愚痴ったからとか、佐藤子が殺された理由も、雛見沢症候群末期であるミオン、つまりフェザリーヌの駒となったミオンと、ラムダデルタの駒であるサトコが死を消そうとした結果、相打ちになっただけ。という感じで、いくらでもあれこれ理由を並べることはできるので、シンプルな方がお好みの方は話半分に聞いてほしいんですけれども、日暮らしの謎を構成する要素の一つとして、ミオンとシオンの入れ替わりってかなり重要な部分なんですよ。で、かつての日暮らしでは、ミオンが本当のシオンだったり、シオンが本当のミオンだったりという感じで、まあとにかくややこしくて、一通り物語を見た俺でも未だにピンポイントで、ここのミオンはミオン？それともシオン？って聞かれても、まあ多分答えられないんですね。でもさらに、かつての日暮らしの圭一が、雛見沢症候群になる元凶の一つとして、この日入れ替わりっていうのが関わってきますので、このミオンとシオンの関係性もお社様を構成する一つの要素であるということができると思います。よって、まあまずこの、お社様を構成する要素の一つである
という点が一つ。プラス、先ほどの御神体の手首が欠損してないから、ゴーシリーズの里子の過去は変わっているので、他にも過去が変わっている部分があるかもしれない。という点が一つ。これらを合わせて考えると、ミオンとシオンの過去も変わっている可能性がワンチャンあるんですね。つまりミオンとシオンの入れ替わりが親代様を構成していたなら、反転ルールが適用されるので、二人が入れ替わりをしなくて良い関係性に変わるわけなんですね。どういうことかというと、ミオンのふりをしていたシオンに闘志の入れ墨が施されたという過去が変わるわけです。まあ、かつての日暮らしでは、ミオンかっこシオンだとか、シオンかっこミオンだとか、しかもその上でこの時のミオンかっこシオンは、シオンのふりをしていて、シオンかっこミオンはミオンとなってケイイチの様子を伺っていたっつって、目が回りそうな解説で溢れんばかりだったなと思うんですけれども、要は今回はそれがなくなったと。つまり、ミオンは生まれた時からミオンだし、シオンは生まれた時からシオンであるということで、非常にシンプルになりましたね。非常にシンプルで全然難しくないじゃんと思うかもなんですが、問題はここからなんですよ。まず、ケイチについても、レナについてもそうなんですが、かつての日暮らしのかけらの記憶をフラッシュバックさせてますよね。つまり少なくともかつての日暮らしでフラッシュバックしていた人物は、今作でもフラッシュバックする可能性を秘めていると。で、まあ、ケイチやレナとか、シオンとか、まだ出てきてないけど、赤坂なんかもそうですね。で、今作でもフラッシュバックがある可能性があると。で、ケイチやレナがフラッシュバックするのはまだ、いいんですよ。問題は、シオンがフラッシュバックした時でして、もし今作でもシオンがフラッシュバックした場合、かつての日暮らし世界のシオンってのは、本来その先の当主跡取りとなる存在だったわけなので、入れ替わりが起きてないゴーシリーズのミオンが、シオンの記憶をフラッシュバックさせることになるんですね。わかります?俺自分で言ってた頭こんがらがってくるんですけれども、要はゴーシリーズでは、ミオンがかつてのシオンの記憶をフラッシュバックさせるんですよ。もう、これ以上説明を簡略化できないのに理解できない人は何度もこの部分を繰り返してほしいんですけれども、これにより、今作の綿騙しでミオンが雛見沢症候群を発症させる理由が、わかりますね。まあ、綿流しあるいは目明かしのシオンの記憶をフラッシュバックさせたからです。で、前回の鬼騙しに習うならおそらくは目明かしの記憶ですかね。で、リカちゃんを殺した理由についても、目明かしでリカちゃんに襲撃された記憶をフラッシュバックさせたからというものも追加できるし、サトコを殺した理由についても、サトシを失った元凶であるという思い込みの記憶がフラッシュバックしたからと言えますし、まあ、シオンについても同じく目明かしの記憶と混同させてしまったから殺したという感じで、ややこしいんですけれども、理解さえできればおそらく非常に納得のできる考え方だと思うんですよ。まあ言ったら、サトコと相打ちした理由についても、リカを探しに来たサトコに何らかの拍子に殺したことがバレて、釣ったもんだの末に相打ちしてしまったとか、シオンの殺害についても一口に記憶を混同させてしまったからとかではなく、せっかく爪を剥いだのにサトシが消えたのはオリオがそれを望んだから、まあ、結果はブラフだったんですけれどもそういうふうに思い込んだから、とか、まあ、いろいろと描かれなかった内面的なドラマはあると思うんですけれども、こう考えることによって考察の幅って広がると思うんですね。ただ、まあ、今回の考察でいくと、ゴーのミオンについてはもはや、ミオンの記憶とシオンの記憶の二つを持った存在で、まあ、完全に無双状態なんで、そこはどうなんだって感じなんですけれども、まあ、もともとミオンって部活メンバーの中でも無双してた存在だし、ゴーシリーズでは、花からケイチもレナもフラッシュバックという強くてニューゲーム的なアドバンテージを持ってるので、まあ、ミオンもこれくらいないとダメかなっていう気もしなくもない。はい。ということで、これが事件部分に関する考察でした。で、まあ、どうやったらハッピーエンドになるのかについてもお話をしたいなと思ってたんですが、まあ、まだしっかり考えがまとまってないし、まあ、何より時間もいいところなので、とりあえず今回はここまでにさせていただきたいと思います。で、まあ、時間的な関係とか、考えが及ばず的なもので、今回の考察でも触れていない部分、抜け的な部分が結構あると思うんですけれども、まあ、例えば、親代様の頭部がすでに一度落ちていたこととかね。まあ、これについても、富武と高野さんが自転車ではなく車で逃走した件とか、あるいは、佐藤子もそこに関わってくるんじゃねえかなと思うんですが、まだ自分的にちょっとピンとは来てない状態なので、ひとまず保留という形にさせてもらおうと思います。逆に、私はこう思ってんだけどみたいなのがあったら、ぜひぜひコメントくださいということで。とりあえず今回はここまでにさせていただきたいと思います。もしこの動画が面白いなと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録、ツイッターのフォローを、ぜひぜひよろしくお願いいたしますということで、今回もご視聴ありがとうございました。次回も、楽しみに!